こんばんは。はい、よろしくお願いします。ハンモックボーイズ、おつるです。ペイです。本日はなんとハンモックボーイズリーダーほうコシコシよほう新居に移動おめでとうございます。この距離で分かるかな。噂によると駅近に引っ越したということらしい。あらら、それだけの情報はあります。うらら。ということで本日はですね、コッシーさん、はい、新居に移動ということでですね、凸しようという、はい、どんな新居に住んでいるのかとコンビニで買いましたので、お酒を新居にパーティーでもしちゃいましょう。わーいわーいわーい。ということで早速、はい、腰を高く立つ。いきます。うわ、目線どこ向いてるんだろう。画面見てた。こっちか。着きました。コシ君の家です。部屋が違う。あ、すいません。警察署の者ですが、お邪魔ください。ちょっと家宅捜索の令状が出てますので、開けていただいてよろしいですか。あ、すいません。警察署の者です。開けました。よいしょ。事件の匂いがする。事件の匂いというか、これ。新築の匂い、新築の匂いがプンプンするわ。おそらく誰かが事件爆弾を設置してる。すいません。自ら回収。でもここから出すっていうふうに、まだやばい。え、食べてんの？もしここ玄関じゃないの？ここ玄関なんだ。ねえ、コシハウス新居来ました。快適やん。あらあら、これだ。砂漠が食べないから。みんな見て、ここだよ。快適やん。じゃあ、扉が開いてるってことで、ここをちょっと見ましょうか。何か、誰かいるかもしれないですからね。さっと閉めて。怪しいかもしれない。容疑者は、剣は、いや、話そうかもしれない。ちなみにこの扉を開けるっていう手段は、トイレだし、それ、間取り分かっちゃうからさ。間取りは教えたくないと思う。いや、隙間だけちょっと開けましょうか。一瞬だけ、みんな一瞬で、一瞬だからね。はい。非情報ゼロ。おしゃれだからさ。一瞬で買ったやつや。どうですか、新居に越してきた気分は。まあ、落ち着かないっすね。で、これ寝室？あ、そこ寝室は別であんの？超広いじゃん。ここで一部屋じゃないんだ。ちょっと待ってください。いや、ちょっと一番見せたかったところがありました。失礼いたしました、皆さん。遅くなりました、申し訳ございません。ここがですね、もう非常にエロい匂いがするんですよ。わー、いいな、いいな、嗅いでみてください。これを嗅がない術はないですよ。うわ、風呂上がり飲んないでしょ。これ抱いて寝るか、お前は。皆さん、ディフューザー買ってきました。それディフューザー、はい、先ほど間取りを気にする男。先ほどご紹介しましょう。どういうディフューザーとこってりのディフューザーちょっと買ってみましょう。どこにつけますか。隠せ隠せ、急げ。どこ、お湯入れれば背脂こってったアプリだと思います。いいから、ディフューザーがいいから。このスペース何なんでしょうかね。じゃあ、まあ、皆さん
越しおめでとう。おめでとう。星野新居引っ越し祝いを祝っておめでとうございます。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 限定ほろ酔いひんやりなしアルコール 3% ALC パナソニック。いやということで新居ですけども、いやね、ついにだいぶこの1週間は忙しかったらしいじゃないですか。忙しい、ずっと引っ越しを準備してたからね。ここ決めるのも大変だったみたいな話したね。そう、引っ越しって本当に早い者勝ちだから。ここが新居だなので、ね、そう、新居が2、3個あって、うん、その中の1個だったんだけど、うん、もうね、ここを見た瞬間に即決したね。めっちゃいいよね。うん、寝室ついてるからね。そうそうそう、この地区がだいぶ静かだしね。一人暮らしをこれから始める子にとって、うん、何を重視したらよろしいでしょうね。もう1個しかなくて、お妥協しないこと、もうこれに尽きる。ここはもう妥協なし、全くない。お駅も近いし、近かったし、うん、でまあ新築だったし、あれどんどん答えが、ああ答えが、まあなんか駅近く何個も内見行った方がいい。やっぱね、インターネット上じゃわからないものがたくさんある。そうだね。そう、間取りを見ててもさ、うん、俺もその1回見てた時、間取りをめっちゃいいなと思って行って、うん、で中身もめっちゃ良くて、うんうん、ベランダみたいな外の扉開けた瞬間に、うん、もう墓、ああ、で担当者も、まあ、本当かどうか知らんけど、担当者もうわっみたいななって、それ行かなかった気がする。あー、ネット上だけだったらいくらでも綺麗なこと書かれてるから。そうそう、意外と Google マップで見てもさ、変わってるかもしれないです。まあ、俺もネットで見て実際に不動産屋行ってさ、うん、ああこういうのいいんですよね、じゃあちょっと見せてもらっていいですかって見せてもらったら、あんまだったからねじゃあよかったな。よかった。でもまんまじゃなかったらやばいだろ。マジで逆に、そうそうそう、言ってみないと分かんないから。まんまだったからね。いやだから本当にね、いい家だなって思う。まだここでもう一回新規行ってんじゃないけど、うん、確かに。ニューよかったでしょ。配達員は僕らのバイトで、うん、過去にね、ピザ屋の、ああはいはい、やってたんですけど、ピンポン鳴らして、うん、しばらく出てこないって、はいはいはい、あれ何なんでしょうかね。あの、いるの不思議でしょうかね。下でピンポン鳴らしてさ、はーいって、あ、あー、すぐですって、はーいって、そう、でもう一回今みたいに来てさ、はいはいはい、ピンポーンって言ってさ何やってたんだよその時間、どこみたいな何やってんの、そんな広いみたいな。そう、お金準備するにしてももうちょい時間あるでしょと思って、まあ、おかしいよな、あれ困らないから、それならいいんだろう。そう、だからもう間違えた部屋と思って、めっちゃあるからね。なるほどね、それあるあるなのかもしれないね。あるある、悪いとこないんじゃないの、普通に。タカボクスあるし、駅近、うん、ジムが、ジムも徒歩7分ぐらい。スーパーは、スーパーは、うん、そうね、あのスーパー近くあるね。ベランダもあるしね。だってなんか都内でもさ、ベランダないとこ多いの、物件。あ、そうなの。そうそうそう。どこに住もうとしたの。何その知ってんの。ん、職場がさ、ああ、いや、職場の近くに住むとしたから。ああ、そうか。ああ、そうそう、前なんか住むみたいな検討したの。そう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 。あ、そうなの。へえ言わなくていいね。こういう会話になるじゃん、新居に行ったら。なるんだってだって全部、あそこ、あそこじゃああれで行くんでしょとかになっちゃう、うん、はい、そうね、使えられないじゃん、うん、もう全部使えないけどね、結局同じだよね、あそこも、フィーも同じだから。自転車好きなとこ、何線か分かりますか、このね、レールのね、マジで分かるから、ね、うん、らしいね、やばいね、電車の、あの、ガタンゴトンのピーで最悪だよ、それこう、一応2年契約、2年経ったら、どうなんだろうなって更新するのかな。いや、北中さんは行くでしょ。北中さん行っちゃうの。はい、公開した。はい、よかった。みなとみらいとか横浜の憧れてたらもうあそこしかないからね。ベランダから見えました。ゆうだ、マジ頭がチラッと、マジか、あいつここから見たのか、もう北中のてっぺんのやつだからは全部ここ見てくださる。なるほど、全部見られる。まだ俺ら底辺だったよ、ちくしょう。まあでも本
いろんなことにチャレンジするってことだな。まあそうだね。その1個の YouTube だけじゃなくて TikTok とかトレーニングでそのベストボディで1位取るとか、本当に幅広いところで1番になれば、人の目が集まるからね。これをやっぱり俺ら全力でやりきるっていうのが大事ですね。2人が今トレーニングやってるから、トレーニングをしてるさ、まあ、もしくは大会目指してる人とかとさ繋がることはできるんじゃない、うん、でも大会中とかそういうのになると思うしね。そこ広げられる。目線がこっち行っちゃってんだよ。なんか、なんかあるんだろう。何とは言いませんが、本日は6月の10、9日ですね。19日のこの時間といったら、何とは言いませんが。本当にだから俺ももう腰が終わって大会に出場して、確かにそこまで体行くと俺がなんかやりたかった絵が完成する気がするから、その後までにペンもある程度絞っといてほしいんですよ。あ、俺も、うん、あ、3人でバッキバキで TikTok 撮るっていうのが。おお、それいつ頃までの？8月末。8月ピカペンももう大変出るぐらい。大変だ。最近ちょっと意識し始めて、好き放題食べるわけじゃないけどさ、2人のがだいぶ変化が出始めてきてるからさ、味噌らしいの嫌だなと思って、いやでも本当にね、なんか命削ってね、もう一発一発ちゃんとね誠意を込めて、まあ、殴り合うっていうのがすごい大事ですから、 YouTube という敵に向かってですね、敵じゃないか、まあ、ライバルですかね、東京ドームか横浜スタジオかわかんないですけど、勝ちに行きたいなっていうのはもちろんあるんでね、私も頑張りたいなと思いますね。もう東京ドームってそこやね。なんかいい決起集会だったな、なのかな。日本も覚えてないです。じゃあそんな感じで僕たちもね、まあ、YouTube という波に乗れるようにですね、頑張りたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますと。お願いします。シェアもよろしくお願いします。お願いします。コッションおめでとうと思ったらですね、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でバイバイ。さあ見ようか。あれ、母さん、ちなみに気づいてないですか？あれ、全然開けてないんですか今まで。ここ開けてない。全然開けてない。背炙りたっぷりこってりディフューザーでございます。神経外プレゼントです。おめでとうございます。これマジで言ってんの？減量終わった後じゃ食べれないよこれ。マジ気づかなかったんだ。気づかなかった。だって4日経ったよ。4日ずっとそこにいたよそいつ。これさ全く開けなかったんだ。全く開けなかった。こういやよかった。ありがとうございます。